バスケットボールの日本代表が国際バスケットボール連盟から出場停止処分を受け、リオデジャネイロオリンピック予選も含む国際大会に出場できなくなる事態が決定的と言われています。ああ、これ、私もニュース見た時にね、ねびっくり、なんでと思いました急,急にどうしちゃったのって私たち思ったんですけど、別に急な話ではなくて。急な話じゃないのなくって、これね、はい、あの、以前からあった問題が、まあ、顕在化したというか、 ちょっとこうオリンピックを前に、どうなってんねんいう話になってきたと、具体的になってきたということみたいなんですよ。はい、あの出場停止って、なんかあのバスケットボールの選手とか監督とか団体がなんかこうやらかしちゃって、事件を起こして、喫煙問題とかね<違う>、<laughs> そういうのではありますけど、そういうのではない。万引きをしたとかそういう事件を起こして、もうあの出場停止だって言われてるとかっていう話ではない。はいない 日本のバスケットリーグのあり方そのものが国際的にちょっと批判されているという、だからちょっと根本的な話なんですよね、今、こういうことが巻き起こったからいう話はないみたいな、うん、ちょっと調べてみました、日本のバスケットリーグの在り方、何に問題があるのということなんですが、うん、まず日本にはバスケット2つのリーグが存在するそうです。ナ、うん、ナショナルリーグ これ、通称 NBL と言います、うん、それから、ターキッシュエアラインズ BJ リーグ、通称 BJ リーグと言います、うん、NBL、それから BJ リーグ、うん、この2つのリーグがあるということなんでもともとは1990年代後半から、日本バスケット協会を中心に、うん、まあ地域のチームや実業団の強いチームを合わせてプロバスケットリーグを作る、まあ、野球。 というところのプロ野球チームみたいな、ねうん、ことなんでしょうね、そういうのを、まあ、日本バスケット協会というところが中心に立ち上げたんです、うんうん、でそんな中、えープロ、バスケットのプロ化に反対する勢力が現れて、うん、意見が分かれました、うん、これがまとまらずに対立して、うん、それぞれ別のグループを形成してしまったんですね、うん、だから今現在、2つのグループに分かれてしまったという今、じゃどうなってるのと言いますと。 この NBL は協、えー、会の傘下にありまして、うん、実業団を中心に14のチームが所属しています、うんうん、で BJ リーグは全くの別組織として、うん、プロリーグとして存在していますこちらは22のチームが所属しています、うんうん ですから、実業団の流れを受け継いでいるこの NBL は、チーム名とか企業名が入っているチームが多いですね。トヨタ自動車、はい、アルバルク東京とか、ーフォース三河とか、東芝、うん、ブレイブサンダース神奈川とか、うん、これが NBL に所属する実業団を中心としたチームです。うん、で BJ リーグはプロリーグ。 いうことで地域密着型の運営になってますだから地域名が付いてるチームが多いです、うん、浜松東三河フェニックスとか、うん、京都ハンナリーズハンナリーズいいですね京都らしいですね、はい、大阪エベッサ <laughs> すごいねバンビシャスならああバンビシャスなら <laughs> ちょっとまあ地域ねが出てるこうねそんな名前がやっぱり多いですかねこの2つのリーグ、ね、ええー それぞれ、こういう経緯がありますので、この団体というのは全く別の活動をしています。一緒にやるということはほぼないです。うもう試合とか、えー、もう別々という感じですかね。リーグ2つあるパ・リーグとセ・リーグでやって、どっちか、勝ったほうがやるという。 プロ野球の場合はパ・リーグとセ・リーグありますけど、最終的に一緒に戦ったりとかしてるんですよ、そうじゃない、はう、だから要するに仲悪いんだねっていうことですよね、バスケットの競技ね。分かれちゃってるわけだから分かれちゃってそうなってくると、国際的には日本どうなってんねんという話になっちゃうわけですね、どっちやねんと。 国際的なところでいくと、バスケットボールは国際バスケットボール、FIBA というところがあるんですけれども、ここがですね、あの、やっぱこれ問題だぞということは2008年頃からずっと指摘してたんですね。うん、で、2013年12月にはここの事務総長が来日して、うん もう、なんとかしろって,って怒って帰ってたと。うんはい、で、今年四4月には、この FIBA の会長も来て、な、うん何とかしろと言って、なん、うん、何とかしろって、10月までにトップリーグ、うん、要するにどっちか、まあ、どっちでもいい、一緒にするでもいいし、どっちかに決めるでとにかく一元化しなさいと。うん、このガバナンスの改善がなければ、うん、もう国際的な試合には出しませんよ、日本のチームと去年、そんなこと言ったわけ こ今年4月に会長がやってきて、今年し4月です、この間です。去年は最初に緊急ラインにしたで怒って書いてたじゃん、なんとかしろって言って、その後四4月に会長がやってきて、10月までに、先月ですよ、10月終わってそうなんです、10月までになんとかしないと、もう国際大会出場させませんよ、日本のチームはと。って書いてっちゃった。だから これ国際大会出場できないっていうことはどういうことかというと、はい、オリンピックは今度あるでしょ、うんはい、来年にリオデニャネイオリンピックの予選があるんです。うん、これに日本出られないという事態になってしまうので、<え>それ10月までに何とかしろって書いて,てちゃったんですよ、4月の時点で。だから、この間、日本としては、この n b l と BJ リーグで話し合いを始めたんですね。 これ、新リーグ組織委員会っていうのを6月に立ち上げて、2つのこのリーグ、ちょっと何とかしましょうって話し合いの場を持ったんです。はい、ただ、この話し合いがですね、あ<ー>まあ、お互い困るので、何とかしようということで集まりはしたんですけれども、うん、具体策がまとまらずに、うん、ずっと来ちゃった。ささっっき言った坪さんきったんももう過過ぎぎちゃった 5日も過ぎましよ具体的に今、どういう話し合いが行われたのかというと、まず、チーム名から企業名を外すのはどうだと、でもそれって片っぽの意見っぽいですよね、今、さっき説明したところで言うと、そうするとやっぱり、NBL の企業チームが、なんでそんなチーム、うちらのチームの名前変えなねんみたいな話になっちゃって、なかなかまとまらなかったってことが大きな理由なんですけど、物別れに終わっちゃったんですよ、要するに、話し合いは。で 10月末、この間、うん、その、何、うん、んとかしましょうよって委員会のメンバーだった、不、え、活、ー、前会長は辞任しちゃってるんです。もう、未知も幸もいかないから、もう辞めますっていうようなこと、<laughs> 辞めさせられたのか辞めますなのか分かりませんけど、辞めちゃった、うん、で、もうそうこうして揉めてるうちに、うん、11月になっちゃったので,、うん、で、結局一元化もされてないので、うん、約束通り国際事業に出られないということになってきてるんです。うん リオデジャネイロのそのオリンピックの予選までに、本気で何とかしないと、もうあかんよって言われてるんです、うんはあ、もうだもめですって、締め切られてるんですよ、そこを何とかってしないと、本当にだって、締め切りが終わって、うんね、じゃもうちょっと先延ばししたとしても、はい、結論、同じでしょうん。 話し合いができんかったんですもんね、だからどっちもどっちの意見もあり。い,いわゆるその FIBA が言ってる、ちゃんとそのガバナンス、とまあ、統一しなさいというね、協、うん、会として一元化しなさいっていうことができないってことになると、うん、もう本当にだめなんですよ。そそんな中この間の、うん、その間 えっと、さっっっっき会長が辞めちゃったって言ったてで,しょ、うん、でその新しくあの代行になった会長、うん、丸尾会長という会長代行なんですけど、うん、記者会見で「統、え、治、っと、ガバナンスが大事」って国際連盟から言われているので、うん、当たり前のことを当たり前にやれる仕組みがになってないのはやっぱりいかんので新しいちゃんと当たり前の仕組みを作ることが大事だね 発言したんで、え、今そこをそんなふうに言うかみたいな、もっと具体的な何がないかみたいな感じで、ちょっと周りから失笑が漏れたぐらいの。総論言ってるだけですねなんかぼんやりしたことしか言わなかったので、自体はもっと切迫してるのに総論賛成、格論反対、一緒になるのはいいことですよねって、で格論いくと、それはできんでいそうですね、切迫詰まってるっていうか、期限過ぎてるのに、そのなんかこう、のんきぶりはなんだみたいな、失笑も漏れてしまったというようなこと とも言われているんです、ね、丸尾会長、はかえやないの、はい、会長代行ね <laughs>、はい、オリンピックが絡んできてますので、うん、日本オリンピック委員会、JOC もコメントを出していまして、その会長の早期選任、え今の,その丸尾さんっていうのは、会長代行、あくまでもその前の会長が辞めちゃった代行なので、はい、まずはもう会長早く決めて、なんとかしてよと。うんはい 言ってるわけですでこれ、制裁措置がそのバスケット業界の中でそうやって決まってしまった場合、JOC としても、やっぱり資格停止とか、加盟団体の資格停止とか、そういった検討をしていかなきゃいけないので、そうすると、いろんな予算とか、バスケット業界にその出してるいろんな強化費なんかも出せなくなるよっていうことも言わなきゃいけなくなると、でそうするとやっぱりバスケットやってる人たち、うんうん、ますます日本のバスケット業界っていうのがもう、うんもう非常に地盤沈下していくわけですよね。はい だから本当にオリンピック、バスケット、日本は出られないという事態に今、片足突っ込んじゃってる、片足だけじゃないかもしれないですね、もう首の皮一枚ぐらいで、ギリギリ過ぎてるから、本当だめって言われているそんな言いたいことあるけど、まずは本当にさっきのね、丸尾さんの総論を、総論を。はい 実現するために、いろんななんとかみんな抑えると、こ抑えんと,のとは違うの、そうなんですよ、うん、だけどもう、JOC なんかいや、まず会場決めて、はい、まず会場決めてやってっていう、なんかこう、大丈夫かって言いたくなるような今状況、今、私がちょっと出てって話したのか、<よ>私は中学の頃バスケット部員や。 ね、どの教会にも属してないバスケット部員や。<laughs> <だ>中学生の頃、バスケットに命を燃やしてきた。はい、私、私だけと違いますよ。うん、私は今伊勢中学のバスケット部員やった。はい、かつて西成中学のバスケット部員の中には、前の警察庁長官安藤孝春もいますからね。<あー> <laughs> この二人でもってですね。安藤さん、何て言これ <laughs> 安藤君もバスケットやってた人やから、はい、警察署元長官に出てきて、 なんか仲介してもらうのもいいかもわからへんいや、だから私、全然知らなかったんですけど、こんなバスケット、大変なことになってるんだと思って、うん、ちょっとびっくりしちゃいましたもう、ねえ、困りますよね、オリンピック、こんなことで出られないとなると、選手の人たちかわいそう励みなくなりますよ、うん、それ。ね,<え>ねえオリンピックっていうのはみんなでやっぱそれ励んでね、はい、そこにどうやって調整持っていこうかって、現場ではやってるのに、上の方がこういうふうではね、うんうん、どうなんやそれの原因がそもそもそういうなんかちょっとこう、おお大人の争いという か、うん、2つののリーグちょっとなんとか知ってあげられないかなって選手のためにはって思うんだけど難しいんでしょうかねだからセ・リーグパ・リーグみたいな立場になって、うん、でその上を統括する人がいて、うん、お互いにずっと戦ってその両方から出たやつが最後に日本シリーズみたいなやってほいでそれでオリンピックを送り出すいうたあ これはでもオリンピックは日本チームやから、チームが行くわけとゃうもんな。いろんなとこから、いわゆる代表、サッカーと同じように、ピックアップしながら、日本チーム作らなあれですよ、だからあれですよ、すよもう,こうあの、おじさんたちで話し合ったって絶対まとまらないんだから、<ん>もうこれ、それこそバスケットなんだから、試合で決めたら、だから、試合で決めるんだ。 だけどこれはチームが行くわけじゃない、日本チームを作りたいわけやから、いろんなとこからピックアップしながら、でもほら、n b l 対 BJ でやって、もうチームで勝った人が行くみたいな、一今回はね、どうなんだろう、でも本当に選手の人たちが大変かわいそうですね、これだとね。中学の時バスケットに情熱を燃やした私としては、非常にちょっと残念なことですよね。